本日の議事日程はお手元に配布してございますのでご了承願います。日程に入ります。日程第1、会期の決定。会期の決定を議題といたします。お分かりいたします。本新成人議会の会期はお手元に配布しています日程表の通り、本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって本新成人議会の会期は本日1日限りと決定いたしました。次に日程第2、一般質問を行います。発言の通告がありますので順次発言を許します。13番伊藤浩太議員。13番伊藤議員。沼津市南部地域の人口減少対策について質問します。令和3年4月から沼津市市立長井崎小中一貫学校が開校し、西浦小学校と私の通っていた内浦小学校が閉校しました。学校生活を通して多くの知識や経験を積んだことや友達と過ごした楽しい日々が思い出され大変寂しく感じています。しかし、地区の子どもたちの減少傾向を踏まえた後輩たちの今後のことを考えると、致し方ないことであると思っています。このまま人口減少が進むと、学校だけでなく、経済や産業の縮小など、社会にも影響がもっと大きくなります。そんな中でも、変わらずあるのは美しい自然や歴史、文化です。私が住む内浦には美しい海岸線、淡島、長浜城など誇りを持てるような魅力がたくさんあり、オンリーワンの街であると思います。そこで質問いたします。自分らしいライフスタイルを実現できる街であり続けるために、特に内浦を含めた沼津市の南部地域の人口減少に対してどのような対策を考え、街づくりを進めていくのか、お答えください。市長。伊藤議員からの本市南部地域の人口減少対策についてお答えいたします。本市の南部地域は議員ご指摘のとおり、海越の富士山、伊安海岸、淡島、長浜城跡、旧水戸坂水戸、尾瀬崎、尾瀬祭、内浦漁港祭、三浜岬、金柑山、町ロケ住宅など、自然や景観、歴史、文化、さらにはみかんや豊富な魚介といった農水産物など多様な地域資源に恵まれております。このような地域資源を最大限活用しながら、サイクルツーリズムをはじめとする観光交流の促進、西浦みかん寿太郎を活用したワインやジュースなどといった地域ブランドの創出など、
地域の活性化に努めるとともに、地区センターを拠点といたしました地域コミュニティ活動の維持、津波対策など安全安心の確保に資する施策等により、住みやすさを実感できる町づくりを進めているところであります。また安心して子どもを産み育てられるよう、新婚世帯の新生活に係る補助制度の運用、妊娠から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うワンストップ相談窓口の運営のほか、保育所および放課後児童クラブの待機児童の解消など、子育てしやすい環境づくりを進めているところであります。さらに、移住を希望する方へのオンライン移住相談や、民間事業者と連携した空き家情報の提供など、移住者を受け入れるための支援体制の充実を図っております。また、昨年9月でございましたが、日本経済新聞社が公表した調査によりますと、本市のテレワーク環境は東海4県で1位、全国でも5位と評価されました。このように高評価をいただいているテレワーク環境を生かし、今年度からテレワークを目的に市内に移住する方への補助制度を始めるなど、時流に応じた移住支援にも力を入れています。この他にも、地域外の人材が地域の振興や協力活動を行う地域おこし協力隊として、三浦地区および戸田地区において現在3名の隊員が観光振興などに係る活動を行っており、地域に定住する隊員 OB の方々と共に地域の活性化に寄与していただいているところであります。以上申し上げました通り、本市南部地域の人口減少対策として本市では様々な施策を実施しておりますが、本地域にお住まいの皆様がご自身が地域の魅力を市内外にですね、発信されることも重要であると考えているところでございます。このため、ぜひとも伊藤議員におかれましても、ご自身がお住まいの南部地域の自然や歴史、文化をはじめとした様々な魅力を友人、知人に広く発信していただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。18番高野レオ議員。18番高野議員。学校教育におけるキャリア教育の推進について質問いたします。私の出身学校ではカリキュラムの一環として学校内外での様々な課外活動への参加が推進されていました。学校ではキャリア教育の一環として社会人講師からプレゼンテーションスキルやなどを学んだり、学校の代表としてディベート大会に参加したりしました。また中学1年生の時にはアメリカのアイオワ州にある学校に短期留学しました。これらの経験は自分の将来像を考える上で貴重な経験であったと実感しています。将来の目標を定め、その目標に到達するためには最適なアクションを起こすためには、学校の授業を受けるだけでなく課外活動や地域活動など様々な体験や経験を積むことが大切だと考えています。
生徒が主体となって取り組む行事や、地域で活躍される方々などと能動的に関わる活動機会が増えると、よりキャリア教育として有益であると思います。そこで質問いたします。令和3年3月に策定された沼津市教育基本構想では、社会と関わる力の育成の中に、キャリア教育の推進が挙げられています。このことについて、沼津市が力を入れている取り組みや、今後実施を検討している取り組みがありましたら、お聞かせください。教育長、学校教育におけるキャリア教育の推進についてお答えします。本市学校教育においては、誇り高い沼津を創造する高き志を持つ人づくりを目指しています。子どもたちが変化の早い、先の見通しが困難と言われている未来社会において、社会人、職業人として自立していくためには、自己管理能力をはじめ、多様な価値観を持つさまざまな人たちと関わるコミュニケーション能力や、答えが見えない課題を協力して解決していこうとする力などの汎用的能力を育てていく必要があります。高野議員が指摘されていますように、小中学校時代におけるさまざまな体験や経験は、その後の人生に大きな影響を与えるもの。そこでキャリア教育においては、沼津大使学習の中での生きる力を育むとともに、人、物、事との関わりを通して社会性を伸ばし、大使を抱いて自己実現を図る学びや、総合的な学習の時間の中で進路探究に取り組むこととしています。例えば静浦小中一貫学校では、海をテーマにした総合的な学習である静浦学習に取り組んでいます。漁業協同組合や地元企業などの協力を得ながら、職場体験をはじめとする地域に根ざしたキャリア教育を行っており、児童生徒の地域を愛する心の醸成にもつながっています。また大川小学校では、世界とつながる発信しよう、私たちのふるさとをの授業の中で、市内の日本語学校に通う外国の方との交流会や、中国学用紙の小学校とのオンライン交流会などを行っています。海外の文化や伝統、生活習慣の違いなどを知ったり、国際社会の中でどのような関わり方が大切になるのかを考えたりすることを目指しています。さらに大川中学校では、探究プログラム、しづくりプロジェクトに参加し、連携していただいている企業の特色を探究することで、生徒自らが職業人として社会に参画していく未来を考えるきっかけづくりとなるような取り組みを行っています。昨年来、コロナ禍においてさまざまな制約はありますが、各学校ではそれぞれの地域の実情や特徴を生かしたキャリア教育に鋭意取り組んでいるところであります。
今後はコミュニティスクールをはじめとした本市が進める地域総係の教育の取り組みを生かしながら、より多くの地域の方々や企業などに協力をいただき、さらなるキャリア教育の推進に取り組んでまいります。17番、高橋光太議員。17番、高橋議員。沼津市の地域資源の価値の再認識について質問させていただきます。昨今世の中では新型コロナウイルスが流行し、ライフスタイルが変化しました。制限された日常生活の中で、コロナが収束したら旅行に行きたい、遊びに行きたいというような言葉をよく耳にします。旅行や外出先が市外の観光地等のイメージが強いですが、市内でも楽しめたり息抜きをしたりすることができる施設があると思います。例えばアシタカにはテレビ等で紹介されている球体テントの宿泊施設があります。また東京オリンピック以降のスポーツの発展を踏まえて、旧静浦東小学校に作られた自転車やスケートボードができる施設等があります。このような魅力的な施設があるにもかかわらず、市民の利用が少なく感じ、一部の方しか知らないという可能性もあるのではないでしょうか。観光業として外部から沼津市に訪れてくれる人を増やすという考えがある一方で、沼津市民が市内の施設を利用することも大切だと考えます。実際に市民が利用し、その魅力を感じ伝えることもできるのではないでしょうか。新型コロナウイルスの影響もあることから、外部からの観光客だけでなく、後者の考え方に重きを置くこともできると思います。恵まれた地域資源を利用して、市民の沼津への愛着を育むために、どのような政策を考えているのかお聞かせください。市長。高橋議員のご質問にお答えいたします。地域資源の価値の再認識についてお答えします。本市は沼津御用邸記念公園をはじめとする歴史、文化、海、山、川など豊かな自然、沼津港などの観光資源を有しております。本市ではこうした魅力の中から沼津の宝100選を選定し、個々の宝について広報誌で継続的に紹介するとともに、現地に足を運んでいただきやすくするために冊子の作成やホームページへの案内マップの掲載、ナビ機能の導入などを進めてまいりました。一方、沼津の宝100選は選定から10年以上が経過しており、現在では注目を集めております深海魚やアニメラブライブサンシャインの聖地となるなど、新たな地域資源も生まれております。また東京2020オリンピックを契機として取り組んでおります
サイクリストフレンドリーエリア創造プロジェクトによる多くのサイクリストの誘客や、同大会で金メダルを獲得した男子エペチームをはじめとするフェンシング代表合宿の誘致など、スポーツのフィールドとしても本市のポテンシャルを発揮しております。さらに本日から放送が予定されております NHK 大河ドラマでは、県東部地域が主な舞台となり、本市西部地域はこのドラマに登場すると言われております。あの全長ゆかりの地であると、今後この地域が市内外からより注目されるものと期待しているところであります。これらの新たな魅力を踏まえ、令和5年の市政施行100周年に向けて100選の見直しを予定しており、市民の皆様方のご意見を伺いながら、さらに愛着の持てる宝を選定していきたいと考えております。また御瀬祭り、鹿野川花火大会など、このようなイベントやかつての沼津駅前、仲見世商店街等の写真、シティプロモーション動画、ドローンによる鹿野川や海岸線等の空撮動画をフォト&ムービーライブラリーとして市ホームページに掲載しております。本ライブラリーに掲載されている写真や動画はどなたでも無料で活用することができるため、市民の皆様からは沼津の魅力を再認識できる素材集として大変好評をいただいているところでございます。こうしたコンテンツを広報誌や市ホームページに加え、 Facebook、Twitter、Instagram、LINE、YouTube など拡散性や速攻性に優れた SNS を活用して発信することで、さまざまな年代の方々に本市の魅力をお届けしているところでございます。私自身も仕事の一つとしてこのことについてはしっかりと取り組まさせていただいているところでございます。今後も市民の皆様に我が町沼津への愛着を深めていただけるよう、これらの取り組みをより積極的に進めてまいります。以上で一般質問は終了いたしました。次に日程第3、新成人の一言を行います。新成人の一言、沼津の誇りと私の志について、質問者以外の議員からの発言を願います。このテーマは、新たに大人の一員となった私たちが郷土である沼津の誇りと、自分自身がこれからどのように行動し成長していきたいかという志について各議員発言していただきます。では一番議員から順番に発言を願います。一番議員の関博樹です。私は小学校を卒業してから他県へ進学しました。それから中高6年間は寮へ入り暮らしていました。この生活の中で親という存在にいかに助けられてきたのかということに気づきました。クラブでヘトヘトになった時、おいしい食事で自分を癒してくれた母、できないことにできるまで付き合ってくれた父、そして豊かな大地で自分を育ててくれた沼津、両親だけではなく12年間ずっと自分を見守り励ましてくれた沼津も私は親なのだと思います。今年を皮切りに私たちは成人します。これからは今までお世話になった親に感謝を伝え、
恩返しをしていきたいなと思っています。以上です。二番議員、和田大輝です。私はこの20年間、沼津の地で育ってまいりました。沼津は海も山も近くあり、交通の便に優れています。何より他県の人がよく海を見に来たりとかしているので、そこを誇りに思います。私が志していることは、人の気持ちになることができなくても、他人を思いやるような、そんな人間になりたいという志です。以上です。議員の長井健一です。私にとって南沼津の誇りは、住環境の良いところだと考えております。日常生活をする中で、コンビニや飲食店などの店舗が充実しており、買い物に困ることは少なく、住宅街は閑静で落ち着いているのではないかなと考えております。自然環境は山や海に囲まれていることもあり、身近に自然に触れることができ、公園などの施設も十分に充実していると思います。高校生以下の医療費が無料であったりと、子育ての面での手厚い部分があり、どんな世代にとっても過ごしやすいところが誇りであるのかなと考えております。そんな町で過ごしてきて、今まで得た多くの経験を生かして、まだ未熟でありますが、一人の立派な大人になれるよう、さまざまなことに挑戦していきたいと考えております。議員の大橋はるかです。私は今大学に進学して東京で一人暮らしをしています。こうして初めて沼津という地から離れて暮らしてみて、今まで気づかなかった沼津の魅力にも気づくことができました。そんな私が思う一番沼津のいいところ、誇れるところというのはありきたりではありますが、沼津の自然環境です。沼津は日本一深い駿河湾に面しており、また日本一の山である富士山もいつでも見えるところにあります。雄大な自然が手の届くところにある当たり前の環境は、とても贅沢なもので、本当にかけがえのないものであったのだ だなと、東京に出てみて実感しております。私は現在、農学部の獣医学専修に進んで、獣医師を目指して勉強しております。動物、また自然が好きという単純な動機で、学部を選んだのではありますが、だんだんと学んでいくうちに、人も動物も大きな自然の中の一部であり、よりそれらについて深く学んでみたいという気持ちが増しております。将来は獣医学を通して動物の保護、また動物を含む地球環境全体にも目を向けて、自分にできることを探していきたいと思っております。以上です。2番議員の笹原春菜です。私が思う沼津の誇りは豊かな自然です。私の住んでいる静浦地区では海と山に囲まれ、海では旬の魚、山では沼津アルプスの四季など、食の恵み、心の癒しを感じられるところです。この豊かな自然の中で私が一番好きな場所は地元の市議海岸です。海と空の青さに時は目立つ富士山を見ながら、何度となく勇気や元気をもらいました。このかけがえのない自然が失われないように、私たちの世代が守っていかなくてはならないと強く感じております。この沼津で成人を迎えられたことに感謝し、今後はより地元に貢献できるような大人になりたいと思います。以上です。7番議員の熊倉かなでです。私が考える沼津の誇りは駿河湾だと思います。私は高校時代、駿河湾の潮風を浴びながら生活をしていました。
潮風で自転車が錆びてしまいチェーンを交換することや部活での千本浜ダッシュは沼津の海を体で素晴らしいと感じることができ沼津の誇りを実感することができる日々でした。また沼津港にはマグロをはじめアジやカツオなど多くの魚が水揚げされています。大学の長期休みに沼津に帰省した際魚の美味しさに毎度驚きます。富士山の雪解け水が湧き水となって流れ込んでいる駿河湾で獲れる魚は沼津の誇りだと言えます。私の志は物事を多角的に捉え理解できる人間になることです。駿河湾の例では富士山の雪解け水という目には見えないことが大きく関係しています。このように見えないところに原因があることを一つの目線だけではなく異なる角度で追求できる人間になりたいです。以上です。一番議員の青木夏です。私は今大学生で親元を離れて大阪で一人暮らしをしています。生まれ育った沼津を出て慣れない大阪での暮らしを始めて今年で2年が経ちます。文化も価値観も人間性も異なる多くの人々に出会っていろいろなものの考え方を理解するとともに改めて故郷への愛情や誇りを感じています。電車の路線も本数も決して多くはないけれど景色がとても綺麗で魚も野菜も美味しいものがたくさんあります。コミのキレがいいわけではないけれど、こちのない私の話にもみんながたくさん笑ってくれます。雪が降らなくて、気候も人も本当に暖かさでいっぱいです。私は帰省するたびに自分がいかに恵まれた環境で育ってきたかということを実感します。私には誇るべきふるさとがあり、帰る場所があります。沼津への感謝の気持ちを忘れずに、恩返しできるような立派な人間になって、また沼津に帰ってこようと思っています。以上です。9番議員の川口優斗です。私が考える沼津の誇りとは地域の人々の温かさだと考えています。まだ幼い頃地区センターで毎日地元のおじいちゃんおばあちゃんの童話の本の読み聞かせの会があり毎日ワクワクしながら楽しみに通っていたものでその時桃太郎は仲の悪い犬と猿を一緒に連れてって大丈夫と聞いたら一緒にキジがいるから大丈夫だよキジは日本の国鳥だからキジがいれば犬も猿も日本のために一緒に頑張るのさと答えてくれてうーんそうなんだと納得するとともに日本の国鳥がキジであることを知りました。今振り返って何かほのぼのとした気持ちになるものです。また毎朝片浜駅から電車で大学へ通う際近隣の方が毎日駐輪場やエレベーター周りの掃除をしてくれています。おかげさまで毎日気持ちよく出かけることができます。私たちはこうして地域の人たちに育てられ、支えられて成長しました。成人となったことに際し、今後は自分もこのように地域の人たちと触れ合い、ゆくゆくは地域に貢献し、恩返ししていけるよう学生として全学に励んでまいりたいと考えます。16番議員の山本海生です。私にとって沼津の誇りとは豊かな自然に囲まれているところです。特に私が育った江田地区は海と山に囲まれており海水浴場や江田から見える海越しの富士山を見にたくさんのお客さんが来ます。また江田にはタカアシガニをはじめ深海魚をはじめとする楽しみに、お客様が、たくさん来られます。昨今南海トラフが起きる可能性が高いと警鐘されており消防士を目指している私としては今大学で危機管理を勉強しており少しでも減災防災に役立てるような人物になりたいと思います。以上です。15番議員の栗田敦です。私が生まれ育ったこの沼津市という町は南を見れば駿河湾があり、北を見れば偉大な富士山があるという自然が豊かで、人々の人柄もよく、とても穏やかに生活することができる場所だと思います。私は大学進学をきっかけに、県外で暮らし始めて、この南を見れば駿河湾、北を見れば富士山という当たり前だった自然環境が当たり前ではないということに驚くとともに、
改めて沼津の自然環境の良さを認識しました。これから生まれ育った故郷である沼津市に貢献していくことで、今まで私を支えてくれた家族や恩師、苦楽を共にした仲間たちに少しでも恩返しをしていけたらいいなと思います。14番議員の平柳光樹です。私は今北海道の大学に通っています。北海道はほとんど毎日が雪で車を乗るのも大変で、気温も寒くて水道管がすぐに凍ってしまいます。しかし沼津は雪も降らず気温も暖かいので、とても過ごしやすいなとしています。また今まで当たり前すぎて行かなかったのですが、綺麗な富士山を毎日見ることができるのはすごいことだなと感じています。私は将来中学校の先生を目指しています。その時にまた沼津で働けたらなと思っています。以上です。3番議員の竹井和沙です。私が思う沼津の誇りは沼津市民の温かさです。私は大学進学に伴って一昨年上京しました。そして帰省すると沼津市民の織りなす温かな雰囲気に首都圏の雑踏から解放され、沼津に生まれ育ってよかったなと、地元を離れたからこそ沼津の良さを実感します。また沼津といえば恵まれた自然環境が挙げられると思います。令和3年度に沼津市が行った市民意識調査によると、ほとんどの人が沼津市の自然環境を守っていきたいと思っており、沼津市の良さを大切にしようとする、そんな市民性がとても誇りに思います。これから私は沼津市出身として社会に出ていきますが、この土地で育っていくのと同時に培われた人としての温かさを大事にしながら、この先出会う人にも沼津の魅力を広めていきたいと思います。以上です。僕は小学生から今までサッカーをしてきました。その中で私が思う沼津の誇りは、サッカー J リーグのクラブチーム、マスルークラロ沼津です。自分が育った町に J リーグのチームがあるということはとても誇りに思っています。現在は J3 リーグというカテゴリーで戦っていますが、いつしか J1 リーグという日本最高峰のリーグで、サッカー王国静岡の一チームとして活躍してほしいです。そのためにはスタジアムやその周辺の環境の整備が必要になってくると思います。いつしかその活動に自分も携われるように、現在東京の大学に在学していますが、これからたくさん勉強し、胸を張って社会人としてこのアスルクラロ沼津に少しでも貢献できるように頑張っていきたいと思います。以上です。11番議員の山田幸です。私にとっての沼津の誇りはスポーツが盛んであるということです。私は小学生の頃から大学までバスケットボールを続けてきました。ここまでスポーツを続けてこられたのは、小学校の頃はクラブチーム、中学校は部活動と見守ってくれる大人がいて、スポーツができる場所があったからです。子どもたちがスポーツを楽しめる環境が整っていることこそが沼津の魅力だと思います。沼津市は障害スポーツの振興にも力を入れているので、私自身も力になって沼津市に恩返しをしたいと思っています。以上です。最後に議長の私、北条久也から一言発言します。私が思う沼津の誇りと私の志ですが、私のふるさとである沼津のことを思えば思うほど、たくさんの誇りである宝物が思い浮かび、一つに絞ることはできません。今までの皆さんのご意見をお聞きし、その思いはますます募りました。そうした思いの中で、私にとっての
沼津の誇りと志について発言させていただくとしたら、いつでも温かく迎え帰ってくることができる安らぎの場、つまりふるさと沼津に対して恩返しをしていくということです。私は今東京で暮らしています。今回のように沼津に帰ってくると必ず空を見上げます。こんなにも空って青くて大きかったのか、こんなにも夜空って星がきらびやかなのかと、駅を降りただけで、高い空を見上げただけで、鹿野川沿いの遊歩道を歩いただけで、なんだか心が穏やかになる自分がいます。家族と登った鹿貫山、姉と遊んだ公園、毎日自転車を漕いで通学した学園通り、部活帰りに寄ったフードショップ、あの時あの場所での出来事が走馬灯のように頭を巡ります。友達と話した内容や、あの時真剣に議論したことも、あの時流れていた曲までも脳裏を横切ります。そのすべてが私にとって沼津の誇りであり、幼少期から成人までの期間、私を形作ったふるさと沼津に対して還元貢献していくことが私の志であります。そんないつでも原点に戻れる場所である沼津の魅力を発信していくことが、これからの私たちの世代の役目だと思います。私は現在大学で経済学を学んでいます。蓄えた経験と知識を生かし、いずれこの沼津市へ還元貢献していくことが、私にとっての沼津への恩返しにもなるからです。本日は議長という大役を仰せつかい大変恐縮していましたが、滞りない議会運営に皆様ご協力いただき誠に感謝しております。以上で新成人の一言は終了いたしました。以上で本新成人議会の日程は終了いたしました。